うん、食べんの、ルーさんも。ルーさんってリンゴ食べていいの？こうやってあげていいの？まだ興味ないかな。これがリンゴだよ。ほら、掴んでごらん。左利き？右利き？リンゴもアンパンマンの顔しないと食べられない。アンパンマンの顔してリンゴがいいんだって。いらないって。その木の、その木のこの木のちっちゃくしようか。大きいよ。ママあげたお父さんが悪いんだって。お、食べる食べる食べます。食べる？うん、ほらほらほら。やめてごらん。あ、すごいすごいすごい。甘いでしょ、美味しいでしょ。食べてない、口に。ちょっと指の先についたやつを舐めてみたわけだね。あら、あら、おいしい。こんなね、ペロペロでしょ。ペロペロってするのは大丈夫。チュッパチュッパ、どっちみち飲み込めないから。うん、うん、うん、甘いでしょ。おいしい。あら、リンゴ。リンゴが甘い。びっくり。パスタもリンゴ食べれる？ウサギさんもリンゴ食べるんだよ。まあ、それ、かなりからそれここまで行って、あ、そうそうそう。お、そこまで無理よりガチって突っ込んで、取るの大変ってことになるんだよ。美味しいでしょ。リンゴ。これちっちゃい頃なんかスルメしゃぶってたらしいよ。みんな威嚇臭かったんだって。だからこっちの子は、こっちの子はビーフジャーキー吸ってるらしいよ。うん、うん、まあ無理に食うことないよ。好きな味わってる。うん、吸ってくるわ。ちょっと待ってて。すりおろしリンゴを吸って、リンゴで吸って。私すりおろし。あれ？あからさまだな。エプロンしてないんですけど。さっきのと同じやつだよこれ、うん。食べるほどではない。あ、実は美味しいね。うん。しゃもじで受けて食べるんだよ、日本人は。そう。そう、ちょちょちょ。はい。うん。お、上手上手。手でこうやって持ってくるね。うん。し？冷たいんじゃない？冷たいでしょ。大丈夫？でも手で
ちょうどいいって持ってくんない。持ってきたり話したりややこしい。あ、おいしい。おいしい。しい。うん、癖になる酸っぱさでしょ、ね、ちょっと、あ、美味しいって顔覚えようかと思うね、ルーさん、ね、何食ってもまずそうに、あ、そういう人ですね。誰前でも食うときは、あ、うまって言うよ。どどどどどしゃもじは受けて食べるときに使うんだよ、日本では。面白い。ちょっと酸っぱい。ちょっと酸っぱいね。お上品に食べるじゃない？ああ、そうそうそう。ね、よく食べてた。覚えてきたね。なるほど。まだ食べる？もういい？餃子さん食べますな。あ、日本人の作法ではお皿を蹴るっていうのはね、あんまりない。空手の人ぐらいだね。つむるの何酸っぱいの